美少女モデルフルキャストです。今日ステージに登場した美少女モデルはボリューム1、ボリューム2に出演した高知の女の子ばかりです。ファッションショーとしての参加は初めての方も多いかと思います。では今日の感想も踏まえてちょっとだけモデルさんにインタビューしちゃいましょう。まずはモデルのマリナちゃんです。マリナちゃん、緊張しましたか？緊張しました。マリナちゃんがボリューム2で初めて登場したモデルさんなんですけども、どうでしょう、ボリューム2発刊は4月の末だったんですけども、ロケはねまだ寒い時期だったということで、いかがでしたか？すごく寒かったんですけど、衣装がタンクトップだったんで、もう寒いなって思ったけど、やっぱり撮影がすごく楽しかったので、すごくいい経験ができました。撮影にはね、カメラマンをはじめ美容師の人とかいろんな人が、大人の人が携わってますもんね。現役の高校生ということなんですけども、どうでしょう、美少女図鑑に出て何か生活で変わったことはありましたか？美少女図鑑に出て、友達とかが、まあ、出とったねとか、中学校で全然連絡も取ってなかった友達からも、マリナ見たよとか、そういう風にメールとかもらって、すごく嬉しかったです。ね、そして今日もこんなに可愛くしてもらったんですけど、おしゃれにね、さらに気を配るようになったんではないでしょうか？はい、やっぱりおしゃれが改めて楽しいなって思って、もうこれからも自分なりにいろんなおしゃれができたらいいなって思います。どうも、生き生きしています。この後も皆さんに笑顔を振りまいていただきたいと思います。さあ、そして続いては、笑顔のキュートな水木さんです。水木さんは、実は、高知に美少女図鑑が入ってくる前に、マスコットキャラクターとして、なんと、皆さんね、この顔見たことありますよね。本当にも登場していた、かわいいかわいい女の子なんです。当時は高校生だったということなんですけども、何か、変化はありましたか？知らない人に声をかけられたりとか、ショップ店員さんとかに話しかけてもらえるようになったので、すごい良かったです。初めはちょっと戸惑ったこともあったり。はい、そうですね。でも今はもう人前に出るっていうことがすごく嬉しいんじゃないですか？はい、楽しいです。今回のショーもね、すごく生き生きしてました。緊張しましたか？ちょっと全然言えなかったです。で、実はですね、皆さん、この後美少女図鑑ボリューム3のカメラオーディションがこの会場のブースであるんです。ボリューム1のモデルさんだったということで、少し先輩の水木さんより参加してみたいという方がね、いらっしゃるかもしれません。アドバイスを一言いただけますか？原石を探しているので、シンプルで作り込まずオーディションを受けていただいたらいいなと思います。そのね、高知の原石の一つが今日ここにずらりと登場しました。水木さん、これからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、美少女ずらりと皆様の前に登場です。この美少女図鑑をきっかけにモデルになった子もいるようです。今日皮切りにモデルとして頑張りたいと思った方もね、いるんではないでしょうか。えりすぐりの春アイテム盛りだくさんでお送りしてきました、高知美少女図鑑スプリングコレクション。高知美少女図鑑の紙面の中でも提供してくれたショップやアライアンスサロンの皆様に、今日のステージもご協力いただきました。ここでご紹介させていただきます。まずはアライアンスサロンです。エルマーナ、オロニクス、ハッピーメーカーズ、ベロ、バウデサンドゥフォンクション、パトスクライス、ラブアンスティーク、そしてみんなが着ているかわいい洋服を提供してくれたショップの紹介です。オリーブ・デ・オリーブ、イオン・コーステン、グロー・アップ・カンパニー、ビームス・コーステン、フライング・スパーフ、ローリーズ・パーブ、イオン・コーステン、以上の皆様でした。そしてこの後12時より、この美少女たち自らが発刊されたばかり美少女図鑑ボリューム2を皆様に無料配布させていただきます。
ですので、この後が中央公園西入り口のドリームファクトリーのブースにお気軽にお立ち寄りください。遊びに来てください。そして先ほども少しお伝えしましたが、1時からは美少女図鑑ボリューム3のモデルオーディションを行います。この美少女図鑑、年齢制限もありません。中学生からママさんまで女の子なら参加できますので、ぜひやってみたい、私も綺麗になれるかな、少し変わりたいと思った方はお気軽に1時からのカメラオーディションにもご参加ください。今日の一輪一輪、一人一人の花のように、あなたの個性が美少女図鑑で花開きますように。高知美少女図鑑スプリングコレクションです。